どうも、後藤輝樹です。ツイッター見ていたら、衝撃的なニュースが飛び込んできて、Yahoo と LINE が統合するっていうニュースだったんですけども、ソフトバンク、Yahoo、LINE って、まあ全部韓国系企業だと思うんですけども、LINE も皆さん使ってると思いますし、まあ Yahoo、ソフトバンクも、まあ結構使ってると思うんですけど、まあ Yahoo なんてポータルサイトとして、パソコンとかで使ってると思うんですけども、で、他にもね、この YouTube もね、YouTube もそうですし、スマホ、Google、Apple もそうですし、まあ Twitter、まあ Facebook、まあ Amazon、買い物するとき Amazon とか、まあ Netflix とか、もそうですし、もう本当にね、外国企業がなかったらもう生活が回らない。もう本当に、必需品、生活必需品がもう日本人の手ではなく外国の中でもう回っているっていう、それなしにはもう日本人の生活が成り立たないっていう状況になってるなって本当に僕は深刻に考えていますね。で、テレビとか新聞のマスコミもそうだと思うんですけど、反日報道とか多かったりするじゃないですか。本当に純粋な日本の人がね、反日報道をするのかなとか僕は思いますし、まあ例えばまあパチンコとか、まあ、街歩いてたらたくさんあると思うんですけど、繁華街。で、駅前に結構あると思うんですけど、駅から遠く離れたところにないじゃないですか。まあ、戦後のね、どさくさに紛れて、そういったパチンコのお店とか、そういう土地を取得したみたいな話も、聞いたりもしますけども、まあ、そういったね、パチンコ店が繁盛して、北朝鮮にお金が流れて、核開発して、日本に飛んでくるっていう、もうシステムがあるみたいな、ちょっと残念なシステムみたいなあったりとかね。まあ、他にもまあ、テレビ新聞だけじゃなくて、こう芸能界も、そういった在日外国人の人たちが多かったりとか。まあ、あと、こう、暴力団とか、ヤクザとか、そういった人たちも、在日外国人の人が多く占めてる。だから裏社会も表の社会もマスコミとかね、そういったところも、外国の人たちが支配して、でさらに、自分たちの生活必需品も外国の人たちが支配されて、で自分たちが、何を、見ているのか、テレビ、Amazon とかでね、Amazon プライムビデオとか Netflix で何を見てたりするのか、またはあの検索サイトで Google や Yahoo や検索して何を調べてるのか、そして LINE とか Amazon とか、そういったも Amazon で 何を購入してるのか、で LINE でどういう人たちとつながってるのか、 Facebook でどういう人たちとつながってるのか、もうそういうのは全部外国の人たちに、知られている、手中に収められている。日本人の生活はまあそういう状況だなって、本当に日本人ってこう、もう外国人、外国勢力に支配されて、本当に植民地、もう反植民地国家だなって僕は本当に危機感を抱いています。なので皆さんもね、そういった危機感を抱きながら、生きてほしいと思います。これからの日本人どうやって生きていくべきか、そういうのを考えてほしいなと思っています。それをね、なんとか打破するのが、僕は制限放送で言いましたが、進歩主義です。制限放送でも言いましたが、日本人による日本人のための社会を作りたいと僕は言いました。まあ、それ制限放送はポコチンっていう風に当てはめましたけれども、あんまマジでやっちゃうと、潰されちゃうんであれなんですけども、なのでね、皆さんもね、そういった意識で、日々、どうやったら、日本人としてより良い日本にすることができるか言ってほしいなと思っております。信じるか信じないかは、あなた次第です。後藤輝樹でした。